VSACO という空の光源の過去と現在を比較研究するプロジェクトの調査により、50年前と現在の比較で、少なくとも100個の星が消えていることが、以下の VSACO ページで発表されていましたのでご紹介します。ここから、100以上の星が不可解に消滅した。宇宙で何かが起きているのだろうか。古い星表と新しい星表を比較すると、一部の惑星が消えてしまったことに、天文学者たちが気づいたのだ。最近の新しい科学論文において、科学者たちの研究グループは、1950年代の星表と同じ場所の最近の星表との画像を比較したところ、以前にカタログ化されていた星のうちの、100個の星が今は見つからないことを発見した。多くの星が消えている。天文観測プロジェクト、1世紀の間の観測で消えた星と出現した星、によって編集された、新しいデータは、1950年代の米国海軍の天文台カタログにリストされている、マップされた星と、全天をサーベイ観測し、移動天体や突発天体を検出するプロジェクトである。パンスターズによる最近の星のデータを比較することによって収集された。パンスターズは、米国海軍天文台カタログでの惑星収集プロジェクトよりもはるかに暗い光源を検出できるが、その米国海軍天文台の古いカタログで見つかった6億個の星のうち、15万個は、新しい星の調査で容易に識別できる対応物が見当たらなかった。論文の著者たちは、これらの15万個の異常のうちの2万4千個の候補を視覚的に検査し、これらの光源のうちの100個が夜空から消滅したことを見出した。星が空から消滅するメカニズムは何なのか。星が消滅する理由となる自然現象は確かに存在はするだろう。準惑星や超新星の爆発やブラックホールに直接崩壊される星もあるだろう。今回、消滅したことが分かった星のうちのいくつかには、そのようなものもあるかもしれない。しかし、たった50年間で100個の星の消失は多すぎる。このような数となると、すべてが自然現象によって起きたと説明することは難しいほどの驚きがあることは確かだ。論文の著者たちは、これらの不可解な星の消失が、未知の現象の結果である可能性や、またはテクノロジー的に高度な文明の遺物、特にダイソン球、恒星を卵の殻のように覆ってしまう仮設上の人工構造物、として知られるエンジニアリングプロジェクトの可能性についても議論している。これらの失われた星は何なのか。これらの失われた星が、高度な文明の物体であると推測できる可能性もあるだろう。しかし、これらはおそらくダイソン球ではない。なぜなら、どれほど高度なテクノロジーがあったとしても、恒星の光を完全に遮るこのような巨大な建設プロジェクトが、50年というような短い期間内に行うことができる方法を説明するのは難しい。もっと重要なのは、伝統的なダイソン球は、重力的に安定していないことだ。たとえ太陽のような星の近くに構築できたとしても、太陽系のすべての惑星、月、小惑星で利用可能なものよりも大きな総質量が必要になる。これらの消滅した星のいくつかは、その明るさが検出限界を下回った崩壊した星、またはブラックホールに直接崩壊した星として説明されるかもしれない。しかし、特定の星に関しては、惑星の寿命ということに関しての、新しい考察の余地があるかもしれないし、あるいは、まだ私たちが知らない、新しい惑星の現象を表している可能性もある。これ自体、調査することがエキサイティングなものだと言えるものだろう。ここまで。